まった。ビッグクラブで主力になった。初の日本人に俺はなる。これ皆さんが思ってるより上のクラブ？これミラン想定で言ってたとしたら、めちゃくちゃ失礼だな。ホンダだってミハイロビッチ以外派、なんだかんだでずっと使ってた。低迷ミランの主力の一人ではあったやろ。ほう、ラツィオ派ビッグクラブかで論争へ。ビッグクラブ扱いするやつ派まずおらんやろ。どこのエンブレムをつければ、引退した時に自分で誇れるか、歴史のあるクラブ、世界的知名度のあるクラブでプレイしたいというのが一番。ラツィオならギリ満たしてると思う。水の精のパラシュートやぞ。2年契約ってのがまた悲しいな。マジでそんな欲しがられてもないやん。これがラツィオで20年振りのスクデットとかなら、ドラマチックすぎてきっとウルトラスチビルで、